話し出すといいんですよ。一人になるとダメなんですよ。はい、お願いいたします。 ありがとうございます。先ほどもあれですかね、はい、ストーリーズでメンション入れていただきましたかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先日顧問の説明会で、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まず4月の合宿の時からの話になるんですけども、はい、この時に月賞100万円いきたいっていう話をさせていただいて、はい、ライバル値が立てるものがたくさんあるっていう相談をさせていただいたんですけど、はい、まず絞れっていう相談をいただいたのと、はい、月額10万のコンサルが進んでいるのでそこに人を集めていてっていうことだったんですね。はい、でまずそれに伴ってやってきたことっていうのが会える場所っていうところで、単発のセミナーとか、はい、セッションとか、あとは無料のお茶会とかを入れて、はい、まず Zoom で会える場所を作って、はい、そこからいろいろ説明をしていって、コンサルっていうのにつながったのがまず1本あります。おお、1本つながったんですね。はい、素晴らしい。プラス、この説明会の後に、ちょっとお金を相談したときに、はい、事業で作ってきてねっていうのを言われたので、はい、そうですね、頑張りまして、はい、実はあれから35万の商品が3本売れて、おお、素晴らしい。6月のトータルの結局売り上げが150万上がったんですけど、素晴らしいですね。ちょっとその後問題が発生しまして、はいはい、実は決済リンクが飛んでしまいまして、飛んだっていうのはお金を引き出せない状態になっちゃったと、はい、止まってしまいました。今ちょっと解除してもらうために今日の午前中にとりあえず電話をして、はい、連絡待ちという形になっていて、はい、まあ、そんな状態になっているので、はい、今回はもう勉強量だと思って、はい、あ、素晴らしい、強くなりましたね。はい、はい、素晴らしい。そこにちょっと遠ざまってられないなと思って、おっしゃる通り、はい、ここでまたちょっと一から作ろうと思っていて、はいはい、あともう一点ご相談が、結局2ヶ月か3ヶ月には月収100万円いくようになったんですけれども、はい、毎月っていうのがやっぱりまだ作れてないので、はい、この部分で回してるサイクルが短いのか長いのかがどうなのかなと思って。いや、サイクルはいいんですけど、僕が聞きたいのは顧客リストがいつのリストなのか、はい、既存のリストなんです。ですよね、はい、だからその既存のリストを集める装置は自分の手元にあるんですか。普通にメールをいただいたものだったりとかで、はい、これちょっともう一件相談したかったところなんですけども、はい、やっぱりリスト取りっていうのがうまくできてないので、はい、そこを着手しようと思ってるんですが、はい、そこをやらなきゃダメですね、はい、今、はい、過去の積み上げに対して一気にマネタイズをかかってるだけなので、はいはい、そこの新しい顧客リストが日々日々構築されていかないと何が起きるのかっていうと、要はもう全員に告知周知が行き渡ったっていう状態になると、今度新しい人が入ってこないと売り上げが本当にピタッと止まるんですよ、はい、なのでそこをやらなきゃいけないですね。でそれをするために、LINE とメルマガを発信しようと思っていて、そこのコンテンツを今回やっていた講座 その資料とかで一旦集めようかなと思ってます。それはいいと思います、はいはい、でもそれだけじゃ弱いですね。資料配布だけじゃ弱いと思います、はい、SNSそのものに力を乗せていかなきゃダメですね、はい、メインの SNS はインスタですか。インスタ、フェイスブックとツイッターなんですけど、あ、OK です。インスタがちょっと止まってるのでそこを開拓したい。全部やりたいですね、はい、基本は全部動かしたいです、はい、広告は回ってますか。回したことがないです。あ、OK です。そうするとちょっと多分どっかのタイミングで一時的に売り上げは落ちると思います。なるほど、はい、売り上げが上がらない時期があるんですけど、そこをちゃんと自分の中で理解すると対応できるんですよ。なんで売り上げが上がらなくなっちゃったのか、はい、答えは今の既存の顧客に全ての周知が行き渡って新規リストが入ってきてないからっていうふうに分かると冷静に対応できるので、だから今は生活レベルだったりだとか支出っていうのは絶対にこれ以上大きくしないで、今がベースじゃないんで、はい、だから僕だったら9月12月ぐらいまで様子見たいですね。その段階でやっと安定して売り上げがどれぐらい毎月上げられるのかっていうのが SNS も見えてくるんじゃないですかね、この先6ヶ月間ぐらいで。でそこをスピードとした土台を作られた方がいいですね。いい投資だったんじゃないですか、月額2万円のコミュニティで。めちゃめちゃいいっすよね。あ、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。ごめんなさい、何月から時の部屋入ってくる、はい、2月からですよね、はい、で、この3月の100万円と6月の150万円っていうのは、はい、僕のコンテンツ受け取っていただいて、そうです、やれっていうのを組み直してもらったら、はい、もうあれですね、何年分コミュニティ何年分はね、相当分です、はい、そうっすよね。だから2月に入った時点でまず何が足りないのかなって気づいたのが、はいはい、事業相談入れてなかったの、はい、なるほどですね、接触がなかったんですね、はい、まずそれを入れたことで高額がポンポン決まるようになって、はいはい、でそ
こから口座もう一本値段を落としたものを間に挟むっていうのを6月に入れて、はい、でこの売り上げに。いや素晴らしいですね。素晴らしいと思います。はい、入り口の SNS 作ってください、はい、で入り口の SNS 作った後に安定して売れ続けるなっていうことが分かったら、はい、その段階で買ってくれた人だけが所属できるようなフォローアップのコミュニティを立ち上げるような流れになると思います。実は去年末ぐらいにやってた講座からの終わった人たちのオンラインサロンの受け皿が1つあるんですけど、はいはい、5、6人ぐらいしかいないんです、はいはい、なので終わった方に関してはそこにこう流してる感じが。全然いいです。その5、6人のところってもう動いてるんですか？動いてますね。月に2回ぐらいズームでちょっと1、2時間のお話会みたいな。グループで、はい、グループで、グループならOKです。絶対マンツーやらないでください、はい、マンツーやった瞬間もう人数が頭打ちになるので、スタートの段階でもう決まるんですよ、その設計の段階で。だからマンツーは絶対やらない、グループにするじゃないとコミュニティの意味がないので、マンツーになるとコンサルなのでコミュニティじゃないんですよ、はい、あともう一点ちょっとお聞きしたかったのが、はい、私の周りでそのコンテンツを売ってる方で知ってる方々の道筋っていうかを見ていると、やっぱ SNS 発信をしてセミナーをやって、そこからフォーク商品を売ってっていうリズムで一旦終了みたいな感じの人しか知らなくて、はいはい、なので他になんかどういうその安定した作り方というか、コンサル取った方々の商品っていうのは何なんですか？はいはい、潜在意識の書き換えをしていく企業のコンサル。あ、はい、その潜在意識の書き換えをされてる人たちのご職業は何ですか？経営者もいますし、はい、普通の一般のお勤めの方もいらっしゃいます。でこれから起業したいよっていう感じの方は、はい、まあ、じゃあこれから起業していきたいよって人たちはコミュニティじゃないですか、はい、じゃあ経営者さんに関してはそこに介入できませんかって話ですね。結局僕もそうなんですよ。今日も YouTube 撮りながらそうなんですけど、はい、ここのメンバーさんもそうだと思うんですけど、トップを張るフロントメンバーってやっぱ感情で物事を話すんですよね。感情でお金を払ったりとか、感情でこの人についていこう、つまりフロントで語る人って感情で話すんですよ。感情で話す人ってもうメンタルの浮き沈みが激しいんですよね。で僕も比較的安定してるように見えるかもしれないですけど、今日もう地の底辺ぐらいまでメンタル落ちてるんですよ今日。これ理由が分かんないんですよ6ヶ月に一遍あるんですよね。これもう安定させてくれるんだったら月100万でも払っていいぐらい振り回されるんですよ。振り回されないですよ。振り回されてる感じには出さないですよ、はい、でもね本当にさっきのずっと裏にいたじゃないですか僕。あれ何してたかというと、もう布団にガチくるまってガクブルしてただけっすね。話し出すといいんですよ。一人になるとダメなんですよ。いやめちゃくちゃそこをご提供してる商品ではあるので、はい、だからそこで私が必要だよねって。だからうちに関しては本当にこのメンバーが隣にいてる時だけ俺元気にいてるだけであって、極力言うと一人になるとポンって落ちるんですよね。だからその一人にしないようにしてもらってるというか、心が一人にならないようにしてもらってる感じかもしれないですね。結構支える人必要っすね。僕は比較的強い方だと思いますけど、やっぱ落ちる時ってコントロールできんくて落ちるので、まあそこの部分で長期でサポートって言ったら、普通にそこに関しては月1万円から人によっては100万ぐらい払うコンテンツだと思いますね。10人見つければ1億ですね。だからその出会う先として今活動していって、例えばじゃあ月額100万円のコンテンツがあるとするじゃないですか。仮にですよ、いくらにされるかわからないですよ。仮に月額100万円のコンテンツがあるとして、今日出会った人が月100万円のコンテンツ買うかって言うとわかんないじゃないですか。でも買うかどうかわからないけど、もしかしたらお客さんになってくれる可能性がある人たちと会っていくわけじゃないですか、はい、そうなった時に月100万円が遠いから手前のフロント商品っていうものを提供して差し上げて、でそのフロント商品っていうのが今のコンテンツなのか、これから出てくるコンテンツなのか、月額10万円のコンサルなのかわかんないですけど、そこからのアップセルっていうのがそっちに行ってくるっていう意味ですね。そのアップセル、私の商品を受け取るにふさわしい人なのかどうなのかを見定めるために3ヶ月コンテンツがあったりとか、長期コンサルティングがあったりとかっていうのがある。そういうふうに使っていくんです。だからフロント商品っていうのはクライアントとの出会いを広げること、その人がアップセルしてもいい人なのか人を見ていくことですね。例えば僕が不安をぶつけてくれるぐらいだったらいいかもしれないですけど、自傷行為がある生徒だったらどうですか？怖いですね。無理っすよね。だからそういうのをちゃんと見ていくってことです。はい、だからアップセルって必要なんだよ、フロント商品って必要なんだよってことですね。すでに5人ぐらいいらっしゃる。でそこに対して動かしていくのは OK です。動かしていくのは OK なんで、はい、10人以上になってきたら新しいメンバーさんからは月額5000円いただこうとか、でそのじゃあ10人まで行くメンバーに関しては振り回してもいいっていう許可をいただくんですよね。ちょっとコンテンツのやり方とか変わるかもしれないんですけど、無料なんでご了承くださいっていうふうに言っておく、実験をさせてもらうってことですね。
実験というか勉強ですね。グループの Zoom の考え方やり方を勉強させてもらう。実はあの過去にですね、はい、オンライン参加3回ぐらいも閉鎖していて。ああ、いいですね。そろそろ行くと思います、はい、ちょっとそれまでの経験から、はい、あ、こうするとダメなんだなって分かってきますよね。だからオンラインサロンって一発目でうまくいっちゃいけないんですよ。いっちゃうとこれがなぜ減っていくのか、なぜ増えていくのか分かんないんですよね。だからそれがすごくいいですね。これ結構ね、私はうまくやってもなかなかうまくいかないんですっていう人がもしね他にもいらっしゃったら、それラッキーだと思ってください。うまくいかないけど、うまくいくまで当てにいけられた人っていうのは今後またズレが出てもまた合わせにいけるんですよ。だからそのズレが出てても合わせにいけるっていう力を身につけてから市場にリリースするんですよ。 OK でしょうか、はい、なのでまずその決済に関してはとりあえず勉強代だと思ってそれやっていただいて、はいはい、次の決済の方法を取ってください、はい、SNS を育ててください。でフロントの活動、リアルの活動を全部 SNS に取り上げてください、はい、1回1回本気で告知してください。集めようと思ってください。でそれを全部 SNS に集めてて、 SNS がちょっとずつでも盛り上がってったら、その SNS を使って誰かとコラボしてください。これをもうとにかく積み上げていってください。僕もね、Twitter とかも爆速で伸びてるようなイメージがあるかもしれないんですけど、これもう運用履歴10年ぐらいですからね。2014年の3月から Twitter を僕は開始してるらしいんですよ、はい、そりゃ7万ぐらい行ってもらわないと困りますよね。そこから Twitter の伸ばし方が分かって、他の SNS の伸ばし方が分かったので、今は Instagram が3万人の、 Facebook にも関しても20人ぐらいずつ毎日フォローが入るんですよ。もうお友達上限が来ちゃってるので。で YouTube も毎日100人は登録はしていただいているので、で実際に僕の LINE の方にご登録いただけるっていうのが1日だいたい少ない日で30人、多い日で150人ぐらいですね、が安定して LINE にご登録いただけるので、そこからまた次の部分が、でそこの中でできる事業を虎視眈々とやるというような感じですね。まあ、順番は入りましたかね。はい、はい、大体見えました。はい、OK です。じゃあこれでまた行動できそうですか。はい、はい、じゃあ動いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ大丈夫そうですか。はい、はい、じゃあ動いていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。